風車。大きい船だ。さあ、秋田港に来てますよ。秋田港、ポートタワーセリオン。でかい。入場無料。入場無料？てっぺんは？お、高い。誰もいない。じゃあ、登ってみようか。見よう。あっちに植物園もあんだよ。道の駅。港、オアシス、秋田港だった。19時9分なんだ。まだ今もあれだって。さあ、行きましょうか。9時までやっちゃうんだ。9時から9時だ。俺が写真撮ればいいんだよ。あ、上すげえ。お、なんだ。おお。万華鏡見てね。万華鏡、車輪があるじゃん。うん。お、降りてきた。ずっくらってことだ、鏡。うん。これ鏡だよね。多分。全長143だって。セリオン。すごい。展望台ここに。うん。展望台。ポートオブザイヤーだった。そんなになるんだ。ん？5階って何階だ？5階でしょ。5階って一番上の。そうそう。100m。 5階過ぎたのかと思った。おお、風車が。あれ何の海だ。ん？何の海だ。日本海。おお、日本。おお、自分の顔ずっと。お化け。死んで。秋田のスカイツリーだけだ。綺麗だな。この色変わってないよ、ほら。こっち緑色で、奥に行けば浅いからじゃない。白。お、下やっぱ三角形、三角形だな。本当。三角形、三角形だよ。三角形の端っこに釣り人がいるね。あの三角形、全部合ってないね。この線、この先端、うん、この先端、うん、で、この先端、両角見てた。この先端全部一緒なんでね。なんだ、一直線だよ、ほら、すごい。しかもあそこにちょっと汚い字で秋田って書いてあるよ。すぐ一番先端なんだ、秋田だ。なるほどね。お、あの海岸はあんまり出ない。あんまだ、あんま、あんま半島だ。街並みすごいよ。美味しいな。うん、綺麗だ。あそこにさ、原商店あったんだよ。うどんとそばの自販機、ハンバーガーの自販機。あとだ、小犬山が飾ってる。今度は下りだ。幻想的だ。下見ながら行くと上ぞ。逆上ぞ。逆上ぞ。光が見えてきた。おお。降りるの早い気がする。はいはい。もっと早く降りてました。落ちる。すんちゃんの絵を思い出すな。うわー、いてていて。よかった、助かった、うん、うん。下見やば。まみやみだ、うん、すごい上手なあやとり。来た来た。到着です。砂浜だ。キューブ駅到着。以上、道の駅秋田港、ポートタワーセリオンでした。